太陽光発電は太陽光を太陽電池を用いて直接的に電力に変換する発電方式である。ソーラー発電、大規模な太陽光発電所はメガソーラーとも呼ばれる。再生可能エネルギーである太陽エネルギーの利用方法の一つである。ISS の太陽電池パネル等台の電源として用いられる太陽光発電設備技術的特徴として 発電電力量が日照に依存し、不随意に変化する一方、昼間の電力需要ピークを緩和できる。さらに火力発電では不可避の化石燃料消費量と温室効果ガス排出量を共に削減できる。放射性廃棄物の処理や事故が起きた場合の汚染被害といった課題を抱える原子力発電への依存度を下げる手段としても活用されつつある。 さらに、発電装置は、パネル状なので、屋上にも設置でき、本来であれば、太陽光発電専用の敷地を必要としない。だが、メガソーラー式では、太陽光発電専用の敷地を用意している。設備は一つ目として、太陽電池、二つ目は、電力として利用するために必要な電圧を呼び、周波数を変換するインバータで構成される。 発電が行われる時間帯、地域と電力需要が異なる場合には蓄電池も組み合わせて調整される。開発当初は極めて高価で宇宙開発等限られた用途に使われた。近年は発電コストの低減が進み多くの発電方法と比較して高コストながら年間数十ギガワット単位で導入されるようになった。今後コスト低減や 市場拡大が続くと見込まれ、各国で普及政策が進められると同時に、貿易摩擦に発展する例や、価格競争で倒産する企業が見られる。SDGs の観点とパネルのコスト低下から目覚ましい勢いで普及しており、IAEA、e、は太陽光発電が今後10年の再生可能エネルギーの供給拡大を牽引すると予想している。ビロル事務局長は、 太陽光が世界の電力市場の新たな王様になると見ていると述べている。制約が少なく腕時計から人工衛星にも用いられる。屋上もしくは地上に直接設置でき太陽光を十分に受けられパネル重量に耐えられる場所であれば建物の屋根や壁など様々な場所に設置可能である。軽量柔軟なフレキシブル太陽電池では重量や 設置面形状の制約も減少する。剛性があるパネルであっても通常の半分程度まで軽量化し、耐火重の制約を減らした製品も開発されている。前述のように、人家近くや緑地を除去しての建設には弊害が大きい。波が穏やかな内水面に設置したり、海外では砂漠に建設したりする例もある。 住宅用太陽光発電設備の構成例主に以下の要素で構成する。ガーデンソーラーライト構成太陽電池からの電力は接続箱経由で取り出す。独立型での接続箱とインバータやパワーコンディショナーとの間には直流側開閉器が備わる。系統連携型の接続箱とパワーコンディショナーとの間にも直流側開閉器があるが、 送電網につながる分電板との間に交流側開閉器を備える。売電する系統連携型設備では、売電用の電力メーターが売電力用のメーターと直列につなげる。未電化地域や宇宙、遠洋、離島などの遠隔地や道路標識等の省電力用途では系統につながず、蓄電池や他の電源を組み合わせた独立型や、 独立蓄電型で構成される。一般住宅用の系統連携型では、高価な大型蓄電池の設置は稀であるが、災害等での停電時に、電力供給を可能とする家庭用大型、蓄電池製品も存在する。独立蓄電型に、商用電力を常時併用し、災害停電発生時に必要最小限の電力を、 連続供給する大型の UPS が発売された。欧州での太陽光発電の発電コスト、見通し設備容量あたりの各種発電所、建設単価予測太陽光発電のコストは、一般的に設備の価格でほぼ決まる。運転に燃料費は不要であり、保守管理費用も比較的小さい。エネルギーセキュリティ向上などの付加的なコスト上のメリットも有する。 特に昼間の需要ピークカットのコスト的メリットが大きいとされる。途上国で送電網が未整備な場合、消費電力に比して燃料輸送費や保守費が高い場所などでは、現段階でも多方式に比較して最も安価な電源として利用されている。設備導入費用の内訳は、太陽電池モジュール以外の工事、流通、周辺機器の割合が比較的、 大きく、日本国内では2011年時点で、パネル製造費割合が2割程度とされる。発電設備自体のコスト以外では、火力発電や原子力発電の発電電力量の削減を進めるに伴い、需要と供給の各種変動ギャップを埋める、費用発生も見込まれる。風力発電等の電源も関連する。スマートグリッド等の総合的な対策が各国で、 検討推進されている。開発当初は高価で、用途も人工衛星等に限られたが、経験曲線効果に従い価格が低下した。現時点でもコストが比較的高く普及促進に助成が必要とされる国や地域もあるが、条件の良い地域ではすでにグリッドパリティが達成されている。中長期的には風力発電とともにコストが 最も安い発電手段の一つになると予測されている。グリッドパリティ達成は、モジュール価格で1ドル、WP 以下が、目安とされた。2012年時点で、パネルの種類によっては0.5から0.9ユーロ、WP 前後になっている。さらなるコスト低減を表明する企業もある。フランスドイツイギリス等で2020年までに順次、既存の火力発電と、 コストで競い始めると予測されている。また、米国の工場圏地域では、2012から2014年頃に、天然ガス等の発電コストよりも安くなり始めると予測されている。日本では補助金が中断した2005年頃から一時的に価格が上昇したが、2008から2009年にかけて、普及促進政策が施行されてからは、提言を再開した。 さらに2012年7月に施行された再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度によりメガソーラーに代表される産業用の太陽光発電の導入が進みコストの下落が加速した蓄電池を用いる独立型システムについても今後の価格低下と途上国での普及拡大が予測されている経済産業省によると 個別の発電では太陽光のコストは低いものの出力の変動をカバーするために火力との連動が必要なことから総合的なコストでは太陽光のコストが最も割高になると試算された他にコストを押し上げる理由として規制を逃れるために大規模な太陽光発電所を 50kW 未満の低圧システムに分割する分割案件が横行していることが挙げられている 2021年において日本の太陽光発電のコストは 1kW 時13.5円である。これは5円の中国や6.5円のアメリカの2倍以上である。加えてフランスとドイツはそれぞれ7.3円と7.6円でありいずれも日本より大幅に安い。日本は平地が少ないために整備費がかさむ傾向にある。パーキングメーターへの利用例外路等で 風力発電と併用自動販売機への利用例、モバイルバッテリーへの利用例発電した電力を二次電池に、蓄電利用し外部送電網に接続しない携帯。夜間や悪天候時の発電量低下時も、太陽光発電のみの発電で、電力供給する場合利用する。系統連携に比べ蓄電設備にかかる費用、エネルギー CO2 排出量が増加するが、 外部からの送電費用が上回る場合のほか、移動式や非常用電源システムで用いる。消費電力が少なく送電網から遠い場合にメリットが大きいが、送電網に近くても送電電圧が高い場合には変電設備よりも独立電源設備が安いことがある。一般向けに小型の最大電力点追従制御機能と自動車用バッテリーで構築する製品も 市販されている。集合住宅での利用例電力会社の送電網に同期接続する形態が系統連携である。送電網が金傍にある場合は売電するために系統連携して利用する場合が多い。太陽電池モジュール、パワーコンディショナー商用電線路という接続形態をとる。再生可能エネルギーの固定価格買取制度では、 発電量が設置場所での利用量を上回る分を電力会社に供給する。電力を送電網に送ることを逆潮流と呼ぶ。夜間やに悪天候時に発電量を利用量が上回ると系統側から電力供給する。一般に独立型より発電規模が大きい。独立蓄電型のような大容量の蓄電設備が不要であり、その分 発電量あたりのコスト、温室効果ガス排出量、ライフサイクル中の投入エネルギーが独立型より小さい。天候や気温で出力変動し、鈍天、雨天時は、晴天時より大幅に発電量が低下し、夜間は発電できない。大規模な系統連携では、変動が早すぎると他の電源による調整が追いつかない恐れがあるとされる。 モジュールを複数の方向に向けて設置する場合、個々の方向で最大出力になる時間帯がずれ、正午の瞬間最大出力が低くなる代わりに、他の時間帯に出力増加する。電力需要は時間帯で変動し一般に午後の方が多い。固定式設備の場合、電力需要との整合性の観点では、真南よりも多少にし向きに設置するのが好ましい一方で、 角度により発電量が減る場合がある。米国サクラメント市における解析例では20度の傾斜を持たせて設置する場合、真南から30度西にずらすと総発電量は約1%減少するが容量が系統に貢献する度合いは25%近く増加し全体で経済的価値が大きくなると報告された。冷房需要の多い地域では 日照と電力需要の相関関係が高い。最大電力点追従制御は、インバーターが太陽電池からの電圧と電流の積である電力が最大になる出力電圧で電流を取り出すための制御機能である。使用することで日車量に応じて最適の条件で電力を供給できる。インバーターが直流。 交流変換動作を行わない場合太陽電池の出力電流がゼロなら出力電圧は開放電圧である。インバータの電流制御によって徐々に太陽電池の出力電流を増やした時にインバータを通過する電力が増えればさらに電流を増やし逆に増やして電力が減れば電流を減らす方法によって最大電力点に到達する。この制御方法を 山登り法と呼ぶ。住宅用太陽光発電用インバータでは、太陽電池が、アモルファス、結晶系など多様な電流、電圧特性を持つためいずれの特性の太陽電池に、対しても安定に、最大電力点に追従して運転することが求められることから、最大電力追従のための一回の電流の変化幅と変化の速さ、頻度の選択が重要である。 最大電力点追従制御は、インバーターでの直流運転電圧を、太陽電池アレイと直流ケーブルを通した、最大電力点の電圧に近づける働きをする。最大電力点追従制御は、太陽光発電システムの使用者による測定が困難で、インバーターの直流、交流変換の効率と、同じく製造者による性能表示が重要である。 結晶シリコン型太陽電池の代表的構造、多結晶シリコン型太陽電池太陽光、発電設備の発電部は、多数の太陽電池素子で構成される。素子や、その集合体には、規模や形態に応じて、下記のような故障がある。大部分の製品が稼働できると推測される、機体寿命と、メーカーが性能を保証する、保証期間がある。メーカーの製造ミスで、 早期出力低下などトラブルが起こることもある。通常の経年劣化による出力低下は20年で1割未満とされる。地球上の太陽光エネルギー資源量の分布。国点は変換効率8%と仮定して世界の主要エネルギー源を太陽光で十分賄うのに必要な面積ドイツ EU25 カ国及び 全世界の需要と等しい電力を太陽エネルギーで発電するのに必要な面積太陽は巨大な原子炉であり大量の放射エネルギーを放出し熱エネルギーに簡単に変換できる太陽光のエネルギーは膨大で地上で実際に利用可能な量だけで世界のエネルギー消費量の約50倍と見積もられる地球に降り注ぐ 太陽光の総エネルギー量17万 3000tW のうちわずか 40tW が光合成を経て有機物を生成する。人間活動で消費するエネルギー量はさらに少なく 14tW である。仮にゴビ砂漠に現在市販されている太陽電池を敷き詰めれば全人類のエネルギー需要量に匹敵する発電量が得られるという。 生産に必要な原料は豊富で少なくとも2052年頃までの予測需要は十分満たせるとされる。シリコンを用いる太陽電池では資源量は事実上無限とされる。シリコンを用いない太陽電池はインジウムなどの資源が将来的に制約要因になる可能性があるが技術的に使用量を減らせば2050年以降も利用可能とされる。 太陽電池用シリコン原料の供給は2008年まで逼迫し価格が高止まりしたが各社の増産が追いつき2009年から価格低下が予測された太陽電池専用シリコン原料生産技術は様々なものが実用化され生成に必要なエネルギーやコストが大幅に削減されるとされる潜在的には必要量よりも桁違いに多い設備量が 導入可能と見積もられるが、実際の導入量は、安定電力供給の電源構成上の観点から、決まるとみられる。導入可能な設備量は1 0 2 g w p 2 0 2 g w p 程度とされる。建造物へのソーラーパネル設置により期待される、導入量が多く、将来の導入可能量は、小建て住宅 53GWP。 集合住宅 22GWP、大型産業施設 53GWP、公共施設 14GWP、その他 60GWP とされる。さて、将来的に太陽光発電の累計導入設備量が 100GWP になれば、日本の年間総発電量の約10%に相当する。 世界的に見て、日本の平均年間日照量は最も日照の多い海外地域の半分程度であるが、導入量世界一のドイツより多い。国内では、冬季に晴天が少なく積雪の多い日本海側で、日照量が少なく、太平洋側で多くなる。GHG 排出量は、化石燃料電源の排出量より格段に少なく、利用すると、 GHG 排出量を削減できる。エネルギーペイバックタイムやエネルギー収支費の点でも実用水準である。太陽光発電の発電電力あたりの GHG 排出量や投入エネルギー量はシステム製造工程と設置環境での発電量でほぼ決まる。稼働時は燃料を必要とせず GHG を排出しない。メンテナンスや廃棄時に排出する。 GHG や投入エネルギー量も比較的少ない。製造時等では温暖化ガスの排出を伴うが、発電中は全く排出しない。最高から廃棄までのライフサイクル中の全排出量をライフサイクル中の全発電量で割った値は数十グラム c o 2キロワットアワーであり、化石燃料による排出量日本平均十グラム c o 2 キロワットアワーより、桁違いに少ない。エネルギー源としての性能を比較する際に、エネルギーペイバックタイムやエネルギー収支費が指標として用いられることがある。製造や原料最高生成、保守等に投入されるエネルギーに対して得られる、電力の大きさを示す。ライフサイクルアセスメントの一環である。 エネルギー収支や環境性能の実用性を否定する意見は都市伝説として否定されている。現状でエプトが1から3年程度、EPR が10から30倍程度とされる。世界の太陽電池生産量世界全体の太陽、電池生産量は指数関数的に拡大し続ける。PV ニュースの集計は2010年の生産量が2009年に。 比べ111%増加し 23.9GWP となった。地域シェアは中国台湾合計59%、欧州13%、日本9%、北米5%、他14%である。世界全体の2010年の太陽光、発電導入量はエピアの集計では 16.6GWP である。 ソーラーブズ社の集計で 18.2GW、額が820億米ドルである。地域別年間導入量は、欧州、日本、北米、中国、a p e ク他である。市場規模は2025年に、太陽電池約9兆円、構成機器全体で約13兆円、システム構築市場が約18兆円となり、 それぞれ2009年の5倍以上に達するとも予測されている。2015年の世界市場の太陽を池セルせる製造メーカー上位3社のシェアは次の通りである。上位10企業のシェアの合計は53%で2008年の54%から低下した。供給過剰と価格競争が続き旧来の大手企業が倒産する例がある。 2008年の世界市場の太陽、電池セル製造装置売上高トップは、アプライドマテリアルズであった。以下、ロスワンド、ラウ、セントラサーム、オークルエリコンバルツァーズ、アルバックと続く。日本における、太陽電池の出荷状況日本におけるモジュール単価の、水位日本は1970年代のオイルショックから、開発と普及に力を入れ、生産量や、 導入量で長く世界一であり。2000年頃まで太陽光発電量は欧州全体より日本一国が多かった。2004年頃には世界の約半分の太陽電池を生産していたが2010年の生産世界シェアは9%である。生産自体は2 g w p を超えて増加しており半分以上を輸出する。輸入量は国内販売量の 約16%である。国内出荷量の約8割は住宅向けで一戸建て向けが中心であるが、近年は集合住宅での導入例も見られる。2005年に新エネルギー財団の女性が終了すると、国内市場は縮小し、価格が下がらなくなった。2008年以降女性策強化で、国内市場は拡大し価格が下がり始めた。に上った。 2016年には、日本ロジテック共同組合、太陽エナジー販売、サンエコイングなどが倒産した。2015年4月30日、東京証券取引所が、インフラファンド市場を創設し、太陽光発電を投資対象とする投資法人が上場している。国内では、メガソーラーなどの大規模発電に適した土地が少なく、なっている。 2018年において住宅の屋根に太陽光発電を置いているのは全国で約200万戸であり、これは住宅全体の7%である。国民が多額の費用を負担することにより太陽光発電の普及を後押しする買い取り制度について19年には50万件200万キロワット分の太陽光発電の買い取り義務が終わる。 太陽光発電協会は50年に2億キロワットの国内累積導入量を目指す長期目標を立てた。日本では2011年現在余剰電力買取制度と国、自治体の各種助政策が実施された。2012年からはさらに公共産業向け設備への全量買取制度が導入されるとともに他の再生可能エネルギーも全量買取対象に加わる。 これらの制度は FIT 制度と呼ばれているが、2020年には FIT 制度は廃止される見込みだ。共同で太陽光発電所を設置、運営し、売電収入を分配する市民共同発電所の設置例、検討例がある。これらの FIT 政策により太陽光発電導入は2013年から急激に進み、 太陽光発電設備の発電能力容量は2015年の末までには3000万キロワットであったが2017年3月にはほぼ 40GW に達した。h t t p s s o l a r j o u r n a l j p s o l a r p o w e r 2 2 3 2 5 さらに太陽光発電協会は2018年中には累積発電能力容量は40から 50GW になるだろうと予測した。実際に政府の再生可能エネルギー調達価格等、算定委員会は2018年3月の発電能力容量は 44.5GW、2019年は 56GW であったと発表した。 政府の2030年エネルギーミックスの対応光、導入目標値は 88GW 以上とされたが、これは達成可能な数値であり、むしろ導入抑制のために、政府はメガソーラー認定取り消しを実施した。実際の発電量については、2018年の日本の全発電量に占める再生可能エネルギー発電量は15%だったが、 そのうち従来水力発電が7%、太陽光発電7%、その他が1%であった。2019年には再生可能エネルギー発電量は16%より多くなり、この中で太陽光発電量が増えて水力発電量を追い越す。2030年には再生可能エネルギー発電量は30%程度になる予定。 太陽光発電の日本平均の設備利用率は、夜昼年間を通すと、全体の13%だと計算されている。すなわち、日本の天候では、年間365日、X24 時間すなわち8760時間の、うち1100時間だけ、太陽光パネルが、フル発電しそれ以外の時間は休止している、計算である。 結果として 1kW 太陽光パネルは日本では1年間に 1100kWh を発電する。40GW の太陽光発電装置による年間発電量は 40GWX1100 時間イコール年間440億 kWh 程度であり、2017年の日本の電力総需要の5%以上が太陽光発電で賄われた。 日本では2018年の昼間電力については1割以上を太陽光発電に依存している。晴れた日の昼間は冷房のため電力需要が12時以降に増加するが、太陽光発電の発電量も10時から14時までが、最大で夏の冷房と電力需要と供給の時間バランスはおおよそ一致している。10から14時は、 低核発電能力の6から7割の出力があり、需要の増加に対応して、太陽光は電力供給量を補うことができている。少し古いデータだが2015年夏の場合、沖縄電力を除く他の旧電力会社の、管内では10から14時の時間帯に30、GW の太陽光発電設備によって1000万。 キロワット以上すなわち原子力発電所10機稼働分程度の太陽光電気を供給してエアコン電力需要に対応した。反面、太陽光発電は4から5月と7から8月の正午頃に最大発電するので、その季節には再稼働原発数が多い九州電力では電力供給が上回り、昼間に太陽光電気の受け入れ拒否を行うことも増えてきた。 2021年には法規制を逃れるための分割案件が横行していることが経済産業省の有識者会議で問題視され1 0アワー未満の地上設置型について分割時の審査が行われることになった。2010年の日本の太陽電池生産企業はシャープ、京セラ、三洋電機、三菱電機である。他にセル生産や 部材供給に関わる企業が多数存在する。中国やカナダ東海外からの日本市場参入が見られる。2017年5月16日、兵庫県内の複数の太陽光発電所から送電ケーブルを盗んだ電気工事業者が逮捕された。被害は50件、約9100万円。山間部など人目のつかない。 警備の手薄な発電所が狙われており、状況によっては、防犯体制などのリスクや対策費用が必要となる、こと判明している。住宅用ソーラーパネル設置には、下記の困難が付きまとうので注意が必要である。太陽光発電は屋根に設置することもあり、ちゃんとした工事をしないと雨漏りにつながる。しかし訪問販売業者は、 思考コストを削るために足場が必要な現場でも設置しない下請け業者を使って安く済ませるメーカーの認定を受けていないと工事の質が悪い。雨漏りについては建築した業者に許可等がなく設置をすると建築した会社の保証なども効かなくなりさらに訪問販売業者の対応もずさんであると住宅にとって雨漏りは構造区体の腐食 白アリの原因など致命症に直結する。そういった防水処理の知識がない、または経験の浅い業者での施考により、雨漏りにつながっているケースも多々ある。2019年1月28日、消費者庁消費者安全調査委員会がまとめた報告書によれば、2017年11月までの約10年間で住宅用太陽光発電システムから火災、 発火、発煙加熱が生じた件数は127件。うち少なくとも7件は屋根側にも炎焼した。火災となったケースはいずれもシステムと屋根が一体型となったもので、報告書では注意を呼びかけている。個人宅屋根やビルなど巨大施設屋上及び壁面、平地への太陽光パネル設置と異なり、 産地給料での森林伐採など山林を切り崩しての太陽光をパネル設置に加え建設後に関しては水質汚濁や豪雨災害時における土石流、地滑りなど土砂災害の危険や土壌流出などによる砂漠線以下といった自然環境破壊を招くことがある。そのため景観への悪影響や土砂災害を誘発する恐れがあるなどとして 特に大規模太陽光発電所への反対運動が各地で起こっている。2021年4月1日時点で太陽光発電設備関連の設置規制条例が146市町村で設けられ、都道府県単位でも兵庫や和歌山、岡山県では制定されている。宇宙太陽光発電衛星宇宙で太陽光発電を行う宇宙太陽光発電構想があり、 日本、アメリカ、欧州等で研究が進められている。太陽光発電用の人工衛星を打ち上げ、発電した電力をマイクロ波または、レーザー光に変換して、地上の受信局に送信し、地上で、再び電力に変換する構想である。宇宙空間の太陽光は、大気で減衰される地上より強力であり、大気圏外では、 地球上の天候や季節に左右されない。専門部署を有する研究機関専門学会、展示会専門論文誌。ありがとうございます。